みんな、なんかサーフィンしてたら日焼けしまった。なんだこの格好は。松崎しげるみたいになってるぞ、なんか。あ、まあ、ということで、今日もね、モンスターハンターストーリーズ実況プレイやっていきたいと思います。前回、花子ちゃんがね、さらわれて、僕は嬉しいんですよね、実は。ナビル、もしかしたら女選ぶんじゃないか、ちょっとドキドキしちゃってたからね。やっぱ友だよな、お前。ってことで、まあ、助けに行くか。肉牛ビーチだったよな。それじゃあ、なんかここで移動した方が早そう。オッケー。ちなみに、あの、卵はね、ゲットできませんでした。すいません。続けて取ってるんでね、前回と。はい、前回続きなんで、すいません。ってことで、やっていこう。肉牛ビーチ。お、あそこか。ちゃんと取れてるね、オッケー。よーし。じゃあ、向かいましょうかね。あ、巣穴あんじゃん。まあ、レアな巣穴ないけどね。巣穴あるんだったらなんか卵あれすりゃよかったな。なんかすげえ厳選してさ、レアの巣だけ見つけて。そうすりゃよかったな。まあいいや、とりあえず、まあストーリー進めたいから、進むかね。あ、猫宅があるぞ。あ、これはあれか、セーブできないやつか。よし。じゃあ行きますか。あ、これ回収したい。これ。オッケー、この卵のかけらゲットしたいんだよな。そう、これでしかゲットできないモンスターいたんだよね、確か。覚えてる気がする、そういうの。なんかいたんだよ。あ、やばい、ヤンガルールが襲われた。花ちゃんが、花ちゃん、強そう。もう強そう、もう ここ言葉が出なかった今。あ、こいつ強そうって感じで。あ、頭部、帯、3つあるパターンか、V が。とりあえず、OK、テクニックね。じゃあ、頭を破壊していくか、とりあえず。いいね。いや、レウス強いんだよな、結構。まあ、とにかく、テクニックね。あ、テクニックなんだ。こいつ、スピード使えるかと思ったんだけどな、意外と。2回行動してきた、今。そういうことね。2回目はスピードってことか。OK、分かった。あー、絆溜まっちゃった。で、これは、頭部破壊したいし、OK、パワー。まあ、スピードはあんましてこないかな ?2 回行動がスピードか、OK。だったら、パワーでいけるかな。いやー、スピードだー。いや、これ、絆打っちゃった方がいいな、これ。あー、V 破壊成功。もう、絆打っちゃうか、これ。スカイハイホール。そういえばさ、絆はさ、見てないよな、ルースの。あ、ごめん、スキップしちゃった。ごめん、もう見たかったんだけど、ごめん、スキップしちゃったわ。まあ、とりあえずちょっと、次の時、次機会があったら、ちょっとみんな見よう。あか、オッケー。いやー、間に合わなかったか。まあ、これどれぐらい食らうんだ ?200、オッケー。で、パワーいいかな。ブレス、やばいな。やばいな、これ。危ない。オッケー、2回目でもすくみ状態になれるってことか、これ。あー、来たー。溜まったぞ、みんな。じゃあ、これはね、撃っちゃうか。撃っちゃった方がいいよ。よし、見よう。これで、スカイハイホール。かっけえな、これ。やべ、死ぬほどかっけえ。スカイハイホール 631? レベル1で600はすごくね。倒しちゃった、しかも。うわー、レウス強えな。8800。うわ、レウス使ってなかったけど、やっぱ強えな、レウスは。花ちゃん大丈夫か。花ちゃん怪我はないか。やべ、まだ生きてる。お、ナビル。ナビル、お前強。え、倒した。お前強いな、ナビル。いや、かっこよかったぞ、今。女を背に立ち向かっていく男って感じだったぞ、今、ナビル。
ただその格好だからなんかあれだな。それ後でちょっと着替えさせるわ、ちょっと。ナビル！あ、鍵しっぽとトラオだ。なんかかっけえな、トラオ。ありがとう、ナビル。ナシワさんも。あんたたちはこの村の英雄にゃ。黒い今日やつを追い払ってくれたんじゃにゃ。俺に、俺のモフモフを好きなだけモフっていいにゃ。いや、もうモフらしてくれ、いっぱい。レイなんていいんだって。いや、モフらしてくれよ、レイとかよりも。花ちゃんと村のみんなが無事ならな、相棒。いや、もう振りてえけどな。あ、なんだ、あ、トラオたちだ。ナビル、お前のことを誤解してた。いや、いいんだぜ、分かってくれたら。すまなかった。松崎しげるとなんか女装したナビル、なんかちょっと変だなこれ。おいらも当選もして悪かったんや。気にしてないさ。みんなを遠ざけたのは俺の方なんだから。なあ、このまま村にいてくれないか。花子には、この村にはお前が必要だ。あー、でもな、トラオ、俺決めたよ。相棒と話をさせてくれないか。え、わかった。告白、これナシワン、ありがとうな、花ちゃんを助けてくれて。俺ずっと自分の力を隠してきた。普段と違う自分が嫌だったんだ。だけど普通と違うからこうして一緒に旅ができたんだよな。まあ違うことってある意味いいことだぞ。俺はもう自分の力を恥じたり隠したりはしないぞ。そう思えたのはナシワンと出会えてからだ。ナシワンは最高の相棒だ。いや、もう家族だお前は。俺決めたよ。俺相棒と一緒に行くぞ。いいのか、ナビル。俺たちなら黒の競技を止められる。こうなったら世界の果てまで一緒に行こうぜ、相棒。ナシワン、マタル村長のところにあなた宛ての手紙が届いてました。手紙。地球よあり、ギルデカラにて待つ、リリア。にて待つ。リリアからの手紙か。なんだ、急ぎの用事みたいだな。行って来いよ、ナシワン。安心しろって、この村は俺たちで守るからさ。いや、お前は守れるのか。え、私もクプニ村へ戻ります。ナシワさん、行ってきてください。いや、アユリアがいるなら大丈夫か。わかった、村のことは頼んだぞ。で、ブリ、アユリア。そうか、決めたんだな。行ってこい、ナビル。俺たちのことなら大丈夫だ。お前が望むように進めばいい。でも用が済んだらこの村へ戻ってこい。絶対帰ってくる、帰ってこいにゃ。おいらも待ってるんだからにゃ。花子は先に港へ向かってる。話をしてきてやってくれ。わかった、またな、トラオ。鍵しっぽ。なんで鍵しっぽだけ鍵しっぽなんだよ。あ、名前がな、言いにくいな、5文字って。ナビル、花ちゃん、俺行くよ。俺たちにしかできないことがあるんだ。分かってましたにゃ、ずっと一緒にいられないって。そんなナビルだから、私はクプニ村のことは私たちに任せてくれ。なんだ私はって、その点々の部分教えてくれよ。ナシワさん、ナビルのことをよろしくお願いしますにゃ。ありがとう、花ちゃん。さあ行こう、出発だ。リリアからの手紙。リリアから手紙が届いた。すぐに会って話したいことがあるらしい。何か大変なことが起こったのかもしれない。港から船に乗ってギルデガランの所帯級者へ向かおう。あ、でも船乗るより、あ、ギルデガランフルクライト中行けるんだ。だから船乗るよりさ、猫タクの方が早い気がするから、猫タクで行っていい？ちょっと。
ごめんね、なんかストーリーなんかちゃんとストーリー通りやんなくて、こっちの方が早い気がするんだよな。ちょっとセーブして、翌日、久しぶりのギルデガランだな。いや意外と戻ってきたぞ動画界で意外とサブクやってたからな。兄ちゃんたちにも会いたいけど、リリアが待ってるんだよな。まずは初死耐久者へ向かおう。オッケー。この街も変わんねえなごめん、ただ行きたかっただけだった。あー、まあでもとにかくちょっと一旦リベルトに会いてえな。やっぱ一回初死耐動行く前にリベルトに会って、なんかぐうたら具合を見てから行こうぜ。よし、元気かなリベルト。あれ、リベルトがいないいないぞリベルトが。うわ、レース装備かっこよくね、これ見てよめちゃくちゃかっけえんだけど。いやでもな、フルフルのと迷うけど、まあこれでいく。いいなあ、レース装備かっけえ。たまんねえなこれいやかっけえよみんな見て。ごめん、なんかカメラグニャグニャになっちゃった。じゃあ向かうか、初死耐久者で。こっちはなんかあるか、クエストないかな。ないね、オッケー。じゃあ向かいましょう。いやレース装備かっけえ。でもさ、フルフルのもいいんだよな、個人的には。そっちも好きなんだけど、いや迷うな。お、ムービーか。あ、違かったわ。久しぶりだなリリア久しぶりに会ったらめちゃくちゃ変わってんじゃねえかよ。なんか助走ナビルート、なんかめちゃくちゃ悪役っぽい見た目のナシワンびっくりするぞ。なあ、数日に何があった、二人とも。ナシワン、ナビちゃん、一体何が起きたんだ俺たちよって。黒の狂気のことだよ。黒の狂気の勢いは、増していくばかりで、今はもう世界中に被害が広まっているの。にゃだって、世界中に黒の狂気が。このままじゃ世界は滅びる。シバルの言ってた通りになってなっちまうぞ。そんなことにはならないよ。なっちゃいけない私、黒の狂気を止める手がかりになる本を見つけたの。手がかりになる本。ライダーの始まりと言われる人物、レダンの伝説だよ。読むね。レダンってあれだよね、最初にオブナ総長が言ってたやつだよね。大地に闇を生まれし時、我らは求めんかの人の到来を。あ、そうだよね、一番最初にあのオブナ総長が言ってたやつだ。かの彼は地の起運にまたがりて、颯爽と天かける闇をうがち光を取り戻すのだ。彼は乗り人、モンスターと絆を結びし者である。本に書かれているかの人っていうのはレダンのことだと思うの。まあそうじゃね、わかんないけどレダンはモンスターと絆を結べた。でもそれは普通のことじゃなかった。人々はレダンを恐れ、レダンは人里離れた場所で暮らしていたの。それって今のライダーと同じだな。確かに、でも伝説なんだよね。そうだね、レダンが狂気を止めたことで人々はレダンに感謝するようになり、レダンのことを記録した。え、でもさ、ライダーはなんかあんま怖がられてるんでしょ。なんなの、なんかしたかレダン闇落ちしたとかさ。それがこのレダン伝説。レダンは白気流に乗って、闇に包まれた大地に光を取り戻した。じゃあ、そう、白の白竜がいれば黒の狂気を止められるかもってことか。きっとね、初死体の調査で名前までは突き止めたの。名前なんだろう、ベルサノア、ノアなんかノアの箱舟的なあれか。黒の狂気が発生すると姿を現すモンスターと言われている。どこにいるかまだわからないんだけど、だったらすぐにでも、ベルサノアの探しに行こう。卵であるところなのかな。ちょっと待って、その前に行ってもらいたい場所があるの。バブダの密林の奥地だよ。
そこに伝説を元になったレダーの何があんの、気が調べれば、レダーのことはもっと詳しく分かるかも、分かるはず。ベルザノアの居場所も分かるかもしれない。分かった、バブダの密連の奥地だな。隊長たちにも先現地向かってる、後で合流しましょう。よし行こうぜ相棒。これであれか、あの行けなかったところが行けるようになるってこと。世界の危機、黒の狂気は世界中に広がっている。だけど希望はまだ残っている。かつて黒の狂気から世界を救ったと言われる乗り人レダンと、白き竜ベルサノアの、彼らの、壁画を調査すれば手がかりが見つかるかもしれない。バブダの密林の奥地へ向かおう。おお、これであそこが冒険できるようになったのか。いいね。まあてことで、まあ次回バブダ密林の調査でもね、まあ今日はちょっと早めかもしんないけど、まあ終わろうかな。はい。まあってことでちょっとね、待って。違う。ちょ、僕やっぱさ、あれがいいわ。どこだ。あ、こっちの方があれか、防御力高いんか。いやでも僕はどこだ、あれどこだ、あったあった、フルフル有装備。やっぱこれが一番なんか見た目的に好きなんだよな。でこっちもかっこいいけど、なんかごつすぎ、これなんかもう半分制服でもいいけど、まあやっぱフルフル有装備かな。やっぱこれが一番なんかしっくりくるわ。じゃあこれにしよう。まあってことでね、最後まで動画見てくれてありがとう。はい。まあ次回、バブダ密林調査ってことでね。ぜひそちらも見てくださいってことで、ナシマンでした。よかったらね、いいね、チャンネル登録お願いしますってことで。はい。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。明日に向かって、ライドオン！